お疲れ様です。東久間でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、北浦に来ております。はい、この前ですね、シーバスを釣ったところになります。はい、でちょうどですね、この岩っていうか、この石のこう本当に手前でなんかヒットする場合が多いみたいですね。はい、でこれ岩なので、多分というか根掛かりした場合ですね、これ反対側に引っ張れば外れる場合が多いですね。はい、結構そうですね、魚が擦れてるような感じするので、ただのなんかルアーの棒引きっていうのはあんま釣れないみたいですね。そうですね、ちょっとずっと引いてきまして、ちょうどこの石のあたりでヒットするのが多いんですよね。まあ、夏なんかだとトップウォーターとかで狙うと結構面白いようなとこですよね。でもしですね、こうコツンとなった時に、その根がかりかなと思ってちょっと一旦戻すんですよ。そしたら根がかりが外れる場合が結構多いですね。今日もですね、とりあえずこのゲーリー山本のこのクラブで釣りました。はい、しばらくですねこればっかり使ってるような気がしますね。これからもまた釣り動画上げていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。